不動産屋さんの階段です。霊を目撃しやすい場所としてお墓や病院の霊安室などを思い浮かべますが、葬儀場や斎場も十分ありえますね。先日、私が大ファンの怪談界の重鎮の同じく大ファンだという方と話が盛り上がり、たまたまそんな中でその方の体験談を伺いました。その方をニックネームのみかんさんとしておきます。それは今から18年ぐらい前のことです。みかんさんは当時兵庫県の西明石市に住んでいたそうで、最初のお子さんの育児に追われて忙しかったそうです。そんな最中、みかんさんの夫のお母様が亡くなったという知らせを受けました。みかんさん一家と身内は同じ市内にある葬儀場にお通夜の晩から泊まらなくてはならなくなりました。そこで急いで身支度をし、喪主である夫とみかんさんは赤ちゃんを連れてその葬儀場に向かいました。夕刻に到着すると、すでに身内は全員先に着いていたそうです。みかんさんは夫や親類と一緒に1階の広間で義理の母の生前の思い出やこれからの段取りなどをみんなで話し合っていました。談笑を始めてどれくらい経った頃でしょうか、みかんさんはそろそろ赤ちゃんのおむつを取り替えないとと思ったそうです。それで1階のトイレの場所を確認すると、すぐ近くにあり、視界にトイレの入り口が見えました。会話が途切れた時にでもトイレに行こうと思い、みかんさんはみんなと話を続けていたそうです。するとみかんさんはふとその視界に違和感のある妙なものが入ってきた感じがしました。それはトイレの入り口付近に感じたそうです。そこで会話に加わったまま、視線をゆっくりさりげなくトイレのドア付近に向けてみました。すると黒い影がドアの中に入っていくのが見えたそうです。みかんさんは全身に鳥肌が立ちました。その黒い影は人間の形をしていたそうで、なんとその後もトイレを出たり入ったり繰り返していたそうです。実はこの話を聞いた時、私は以前死者が死んだ直後に黒い影のまま動き回る話を聞いたのを思い出しました。霊感のあるみかんさんはやはり葬儀場だからまずいものを見てしまったと思いましたが、身内や夫には黙っていました。それには注意を向けずに気にしないようにして今夜泊まる部屋に戻ったそうです。ところでその部屋の真ん中には亡くなった義理の母のご遺体が布団の上に安置されていました。それはまるで安らかに眠っているようだったそうです。そしてみかんさんは赤ちゃんの世話をしながら部屋の奥に親類たちと同じように自分たちの布団を敷いて寝る準備を始めていました。今日は忙しく周りに気遣いながら赤ちゃんの世話をしていたので、疲れていたみかんさんはすぐ床に着いたそうです。他の親類は同じ部屋でご遺体のお線香の世話を交代でしていました。みかんさんは疲れていてもなかなか寝つかれなかったそうです。お線香の晩の親類以外はみんなぐっすり寝ていました。しばらくすると何かがふとみかんさんの頭の上を横切っていきました。え、誰？と思って視線を向けると白い足だけが視界に入ってきたそうです。それは膝より上がない両足でした。生きている人間ではなく死んだ霊の足だったそうです。みかんさんはそれは亡くなった義理の母ではないとすぐ分かったそうです。明らかに自分たちとは全く関係のない霊でした。みかんさんの背筋に冷たいものが走りました。その後もみかんさんが気がついたからなのか、その霊はまるで取り付く隙を狙っているかのように彼女の頭の上を行ったり来たりうろうろずっとしていたというのです。みかんさんは自分の振動の鼓動が聞こえるのではないかと思うくらい恐ろしかったそうです。そしてみかんさんはその霊に不吉なものを強く感じました。
でもとにかくまず最優先でしなくてはならないことは、隣で寝ている赤ちゃんのことでした。みかんさんはこの子を悪霊から守らなくてはと必死だったそうです。そこで急いで赤ちゃんの手首におじゅずを巻きつけ、そして夫を起こしました。夫は喪主でしたが、みかんさんはここには絶対泊まれないから自宅に戻りたいと頼み込んだそうです。みかんさんの夫も彼女の様子がただごとではないと察したのか、すぐ自宅に帰ることにしてくれたそうです。こうしてその晩は自宅に泊まり、次の朝に再び葬儀場に戻りました。ただその葬儀の最中も、火葬場に移動した後も、みかんさんは昨夜の霊がいるのを感じ取ったそうです。今でもみかんさんはあの時を思い返すと、もしあのまま葬儀場に残っていたら、みかんさんや赤ちゃんに何があったかわからなかったと恐ろしく思うそうです。葬儀場ですから霊がいてもおかしくはないのですが、あの霊に限ってはとても危険だったということです。みかんさんは今でも葬儀場の前を通るとき、たまたま赤の他人の遺影や棺桶を目にすると気分が悪くなるそうで、走馬灯のようにあの時のことを思い出すそうです。不動産屋さんの怪談です。さて、今回は今現在50代の主婦の方からいただいたとても奇妙なお話です。その方を仮に森田さんとしておきます。今からちょうど17年ほど前のことだそうです。北海道の札幌市に住んでいる森田さん家族は、森田さんのお父様と同居をするため、少し広めの家を賃貸で探すことになりました。ご主人の通勤や息子さんの学校のこともあるので、今まで住んでいたエリアとさほど離れない範囲で探していました。当然複数の不動産屋さんに当たったのですが、どれも中途半端だったそうで、なかなか良い物件が見つかりませんでした。奥様の森田さんが諦めかけていたある日、たまたま通りかかった町で一軒の空き家を見つけました。それは門構えも家の佇まいも立派な、なかなか大きい家で、森田さんが探していたイメージの家にぴったりだったそうです。ただ偶然見つけたので、売り家なのか貸し家なのか、そのどちらでもないのか全くわかりませんでした。でも森田さんはその家の中をどうしても見たかったそうで、なんとか家の所有者を探し当てることができないか考えました。そこでそのご近所に聞いて回ったそうです。すると運よくその家の所有者を知っているという方に巡り合いました。その後はトントン拍子で、そのご近所の方の手配で所有者の方に連絡してもらい、幸運にも後日その空き家の前で会う約束を取り付けたそうです。当日その所有者と名乗る方が現れました。その方は40代半ばぐらいの穏やかで常識的な男性で、森田さんはほっとしたそうです。そこで男性は森田さんに、まずこの家が空き家になった経緯を話してくれたそうです。男性曰く、もともとはこの家は彼の両親の持ち家であったこと、その両親が不幸にもこの家の中で2人同時に事故死されたこと、そのためこの家は徐々に不吉な家としてご近所の格好の噂になってしまったこと、それが理由なのか、その後は売却はおろか賃貸にも出せず、取り壊すにしても高額なので放置してしまったということでした。一通り話し終わると、森田さんは早速中を見せてもらいました。大きな立派な玄関ドアを男性が開けると、むっと一気にカビ臭い匂いが襲ってきました。中は恐ろしいほど荒れ果てて、カビだらけだったそうです。ひどいところでは天井が抜け落ちている箇所もあり、壁は廃墟の心霊スポットのように黒カビのシミで覆われていました。それを見て森田さんは、おそらく所有者の男性は親御さんと何かしらの確執があって、生前はずっと関わりを持たなかったのだろうと感じたそうです。家中をすべて見終わり、森田さんはこの家を借りることに決めました。確かに現状はひどいものでしたが、しっかり掃除をし、壊れた箇所を修復すれば、家族や父親と暮らすには十分すぎるほどの家でした。そこで現状のままの引き渡しにして、
修復や中にある荷物の処分は全て借主の森田さんの負担とするという賃貸契約を結びました。現所有者の男性も大変喜んでくれたそうです。こうして家の引き渡しが完了し、このままではすぐには住めないので、森田さんは早速家の中の掃除から始めました。その掃除をしている最中です。2階の部屋の一つに難度があることに改めて気がつきました。内覧の時にはざっと見ていたのか、注意がその難度にはいかなかったそうです。それは部屋の奥にあり、ちょうど1階の天井裏のスペースでした。古い木の扉を開けてみると、中には亡くなった老夫婦の持ち物がたくさん残されていたそうです。囲碁盤や机、折りたたみベッドなどが無造作に押し込まれていたのですが、森田さんはふと足元に鮮やかな赤いものがあるのに気がつきました。よく見るとそれは赤い着物を着た市松人形だったそうです。それはよくある50センチぐらいの可愛らしい人形で、ポツンと難度の床に置かれていました。所有者の男性からは、家の中の荷物はすべて森田さんの判断で使えるものはもらって構わない、それ以外は処分してくださいということでした。でもいちいち選別する暇もなく、結局中のものはすべて取り出し、その市松人形も一緒にトラックに積んでゴミ捨て場に持ち込んだそうです。この作業は森田さん一人で判断して行い、忙しかったので誰にも言わなかったそうです。ですから家族は何度に何が入っていたかは全く知りませんでした。そしてやっと掃除も終わり、天井などの修復も済み、森田さん家族とお父様は新居に引っ越すことができました。森田さんの当時長男で中学生だった息子さんは、2階のあの難度のある部屋を使うことにしたそうです。さて、住み出してしばらくした頃でした。森田さんはその息子さんの様子が少し気になりました。疲れた表情を見せるようになったので、引っ越してきたばかりだからかなと思いました。そんなある日、その息子さんが奇妙なことを突然言い出したのです。お母さん、このところ毎晩、同じ夢にうなされるんだよね、と相変わらず疲れた顔をして言うのでした。それで森田さんは、環境が変わったせいじゃないの、と軽く受け流したそうです。すると息子さんは、その夢なんだけど、赤い着物を着たこれくらいの大きさの市松人形が現れるんだよ、と言って手で50センチぐらいの大きさを示したそうです。それを聞いて森田さんは内心ぎょっとしました。そして息子さんは、その市松人形は玄関から階段を上ってくるんだ。そして自分の部屋の前に立つんだけど、夢の中の自分は驚いて体が動かせず、怯えてドアを見つめているんだ。すると人形がドアをすり抜けて、スーッと中に入ってくるんだ。そしてその人形は自分が寝ている布団の上を通過して、そのまま奥の難度に入っていくんだよ、と言ったのです。それを聞いて森田さんは驚愕したそうです。家族には何も言っていなかったあの赤い着物の市松人形のことを息子さんが知る由もないのでした。そこで森田さんは息子さんに、この家の難度の中に赤い着物の市松人形があったことを話したそうです。それを聞いて実は息子さんは怖かったのですが、背伸びをする年頃で怖がっていると思われるのが嫌だったそうで、その後もその部屋を使い続けていました。ところが不思議にも、その市松人形があった事実を知った以降、息子さんはそのおかしな夢を見る回数が減っていったんだそうです。その後年月が経ち、息子さんは独立し家から出ると、その夢はピタリと見なくなったとのことでした。森田さん曰く、その人形はおそらく亡くなった老夫婦が大事に可愛がっていたものだと思うそうで、彼らが以前その家に存在していたことを知ってもらいたくて、その市松人形とともに夜な夜な家に帰ってきていたのではないかと思うそうです。人形に老夫婦の魂が乗り移っていたのかもしれませんね。森田さんは私に、ただそれだけのことで家族の誰にも不吉なことが起こったわけではなく、
単なる不思議な夢の話です」と笑って語ってくれました。最後に面白いことに、結局森田さんはその家を正式に購入し、今現在もお住まいだということでした。不動産屋さんの怪談です。怪奇現象って霊感がかなり強い人を介して起こすこともあるようです。これはたびたび私の話に登場する霊感の強い友人のマサルさんがニュージーランドに住んでいた2003年頃に体験した話です。当時マサルさんは大学3年になったばかりで、それを機に両親宅から出て友人とフラッティング、つまりシェアハウスをすることにしたそうです。そのシェアハウスは一軒家で、すでに友人が借りて住んでいたので、そこにマサルさんが加わるという感じでした。その家はどこにでもある日本でいうところの古い 3LDK の一戸建てという感じだったそうです。玄関を入ってすぐリビングルームがあり、その奥がキッチンで、ベッドルームはそのリビングルームとキッチンに並ぶ位置にありました。霊感の強いマサルさんですが、最初家に入った時は何もおかしなことは感じなかったそうです。逆に親の小言から解放されて、音楽の音量も気にせず、夜遅くまで友人と飲みながら好きなゲームもできて快適だったそうです。住み始めてちょうど3日目でした。マサルさんは家の中がちょっと風通しが悪いと感じるようになりました。それも決まって夜の10時以降に家の中の空気がよどみ出すそうです。それで気になったので、マサルさんは友人に、ここに住んでて何か変なことない？とさりげなく聞いてみました。すると友人はキョトンとして、全然ないよ、なんで？というので、マサルさんは余計なことは言いませんでした。友人には何も感じない程度なら気にすることもないかと思ったそうです。ところが、それから1週間ぐらい経った時でした。それは深夜の1時ごろで、マサルさんは自分の部屋でまだ起きていたそうです。いつものように家の空気はよどんでいました。すると外のテラスの付近から、さわさわっと複数の得体の知れない何かが、隣のリビングを通り、奥のキッチンに抜けていったのが、霊感の強いマサルさんには分かったそうです。マサルさんはひょっとしてこの家には外から中を抜けていく霊の通り道、つまり霊道があるのではとその時思いました。その晩からさらに1週間が過ぎた頃です。ある朝、友人はかなり寝不足のようで元気がありませんでした。聞くと、実はこのところずっと夜中家の中でわさわさと物音がしてうるさくてよく眠れていないというのです。マサルさんは霊が通り抜ける時の音かもしれないと内心思いました。友人は少し神妙な顔つきでマサルさんに、ここで変なことないって以前聞いてたけど、ひょっとしてこういう物音のことかなと聞いたそうです。友人は今までずっとこの家で暮らしていて、こんなことはつい最近までなく、ちょうどマサルさんが引っ越してきて少ししてから起きていたというのでした。そこでマサルさんは、お前取り憑かれてるような変なやつとどこかで最近会わなかった？と半分冗談交じりで聞いてみたそうです。でも友人は、変なやつ？思い当たらないな。それに僕は全然霊感ないから変な霊を連れてくることはないよ、というのでした。確かにそれは本当で、彼は全く霊を感じない人で、それゆえに霊を寄せつけないタイプだったそうです。友人は結局物音が心霊現象なのか半信半疑のまま、さらに4日ほど経ちました。それは夜の11時ごろだったそうです。2人はリビングでテレビゲームをしていました。夢中になってゲームに没頭していた時です。突然パチンとテレビゲームの電源が切れたそうです。2人は同時に、あれ？なんでゲーム機だけ電源切れたんだ？と不思議に思いました。変だな、なんでだろう、などと言っていると、突然キッチンの電気の湯沸かし器ポットが勝手にスイッチが入り、沸騰しだしたのです。誰も電源を触っていないのに、お湯を沸かしているのです。さすがにこれには二人は気味が悪くなり、すぐに寝るのはやめて様子見することにしたそうです。
怪奇現象を目の当たりにした友人に、マサルさんはこの家には霊道のあることを話したそうです。マサルさんが霊感があるのをよく知っている友人は、真剣に聞いていたそうです。そしてふと気がつくと、もう深夜の2時を回っていました。その時はラジオからはずっとクラシック音楽が流れていたそうです。すると急にそのクラシック音楽がポップミュージックにガラッと変わったのでした。大学で音楽を専攻しているマサルさんにはそのポップミュージックを聴いてて何かおかしいのがすぐ分かったそうです。アップテンポのポップミュージックでしたが少し調子がずれているのです。テンポとメロディーが合わないようなズレがあるのでした。マサルさんは、このラジオをなんで急にクラシックからポップに選曲変えたんだろう。それもリズムの調子が変だ。ちょっとおかしいと思わないか?と友人に聞いたそうです。ところが友人は何も返事をしないので、あれ?と思い、ふと見ると、友人の顔はみるみる血の気が引いていき、青ざめていきました。そして震える声で、あの音楽、ラジオじゃないんだ。CD をかけてたんだよ、というのでした。ずっとクラシックの CD をかけていたというのです。ですから途中で選曲がポップに変わるわけがないのでした。ショックで呆然とする友人に、マサルさんは早くここを出よう、と言って、二人は外に出ました。そして急いで車に乗り込み、とにかくどこか明るいところ、ガソリンスタンドに行こう、と言ってスタンドに立ち寄り、給油してからしばらくドライブをして、コンビニに寄ってから朝方家に戻ったそうです。にわかには信じられない現象だったので、二人はいろいろ現実的な可能性を考えていたそうです。ラジカセが間違ってラジオの電波を拾ってしまっただけなのではとも考えました。マサルさんたちが朝方戻ってきた日の、その同じ日の夜のことです。昨夜のこともあったので二人は少し不安でしたが、いつも通りに寝たそうです。それは未明の3時から4時頃でした。誰かがマサルさんの部屋のドアをノックしてきました。マサルさんは思わず、はいと答えたそうです。するとそのドアに爪を立てて引っかくようなガリ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 という音がしてきました。その時マサルさんは、ああこれは人間ではない。動物だと思ったそうです。家のリビングを抜ける霊道を通るのは人間の霊ではなく、爪を立てる動物の霊なんだと分かったそうです。もともとその家のエリアには野良猫が多く、庭にもよく猫が来ていました。それでその猫のどれかが引き起こしている現象だと感じたそうです。つまり人間にも霊能力がある人がいるように、猫の中にもそういう霊的力があるものがいるということのようです。ただこのことは余計不安にさせたくなかったので、友人には話さなかったそうです。ところがその2日後、友人の部屋のドアにも何かが爪を立ててガリガリっと引っかいてきたそうです。そこでマサルさんたちは家の庭に猫たちが入れないようにしようと決めて、その日は寝たそうです。その真夜中のことです。突然リビングかキッチンの方でガタガタガタっと物音がしてきたのでした。二人はさすがに何事かと思い、すぐ起きて家の中を見回してみると、キッチンの流しの横にあった食器がすべて床に落ちていたそうです。そしてキッチンの窓の外の窓枠に一匹の猫がいて、二人を警戒して泣いていました。それを見てマサルさんはすかさず、ほらね、あの猫がサイキックでまずいんだよ、と隣にいた友人に言ったそうです。するとマサルさんと友人の二人の間から、人間の声で、にゃーおー、と猫の鳴き真似が聞こえました。二人は同時に、えっとなって、お互いの顔を見合わせ、その場に恐怖で固まってしまったそうです。それはまるで人間の霊が怪奇現象の張本人を猫だと決めつけて勘違いしているマサルさんをバカにしてからかったかのようでした。猫が犯人なのではなく人間の霊が猫のふりをしていたのでした。飼い主や恩に思う人間を守ってくれる猫を
逆に怪現象の犯人だと思っていたのです。マサルさんはもうここにはいられないと思ったそうです。人間の霊の場合、逆に霊感の強いマサルさんが霊のターゲットになりかねないからです。その夜がきっかけで、結局マサルさんはそのシェアハウスを出たそうです。ただマサルさんが家を出た後は、そのシェアハウスの怪奇現象は収まったようなのです。霊感の鋭い人は霊の存在がわかるので、霊の方から寄ってくることになり、逆を返せば気をつけないと霊を引き寄せてしまうということかもしれませんね。不動産屋さんの怪談です。この世のものではないおかしなものを見たとき、それを証明するのってすごく難しいと思うんです。まず気のせいか勘違いだと思われてしまいます。ただその場に他の人もいて、みんなで同じものを見た場合は別ですね。たとえそれが子供でも。さてこれは、子供の頃から心霊体験をよくされている男性の方が、私の実話怪談にも興味を持っていただき、その流れでこの話をしてくださいました。その方のお名前を仮に A さんとしておきます。それは A さんがまだ小学校2年生の頃だったそうです。A さんご家族は当時、神奈川県の某所に住んでいました。1学期も終わり、夏休みに入ると、A さんは仲良しの B 君、C 君、D 君の4人でよく遊んでいました。ちょうどその頃、4人のうちの D 君が地元に完成したばかりの新築マンションに引っ越したそうです。それは当時としては近代的で話題のマンションでした。早速 A さんは B 君 C 君と3人で D 君のマンションに遊びに行くことにしたそうです。お昼過ぎに3人はその新築マンションの前で待ち合わせをして、 D 君の住む部屋に向かいました。新築マンションといっても、当時はそんなにセキュリティも厳しくなく、正面玄関から誰でもマンションの共有部分に入れたそうです。中に入ると新しいコンクリートの匂いがしていました。入り口に入ってすぐ左手に管理人室があり、その先の廊下をまっすぐ行くと行き止まりにエレベーターがありました。夏休みとは言っても昼過ぎでしたから、とても静かで、周りには A 君たち3人以外は誰もいなかったそうです。3人はすぐにエレベーターに乗り込み、他に乗り込んでくる人もいなかったので、 A 君はすぐ D 君の部屋がある5階のボタンを押したそうです。エレベーターはゆっくり5階に向かって上昇していきました。やはり新築の近代的なエレベーターでしたので、好奇心旺盛な A 君は思わずキョロキョロエレベーターの中を見回していたそうです。B 君も C 君も清潔な新しいエレベーターの中ではしゃいでいました。そして A 君はそのエレベーターのドアに、当時も特別珍しくはなかったのですが、ガラスのはめ込みの小窓がついているので、外側が見えることに興味津々だったそうです。エレベーターの上昇とともに、各階の床から天井までそのガラス窓から見えたので、面白いな、建物内だってこうなってるのか、などと思っていたそうです。ちょうどエレベーターは3階に差し掛かった頃でした。 A 君が一瞬ガラスの小窓から目を離し、再び視線を戻した時でした。A 君ははっと息をのんだそうです。そのガラスの小窓の外側に、小さな人間の片手が張り付いていたのです。それは手首から上の赤ん坊の手だったそうです。死んだような青白い手がガラスに外側からぺったり張り付いていました。A 君は自分の見ているものが信じられず、わあ、何これと叫びました。B 君も C 君も、うわあ、赤ん坊の手だと叫んだそうです。もうその後はエレベーターの中で3人とも恐怖で半狂乱になり、5階では降りることもできずに1階ボタンを押し直したそうです。そしてエレベーターのドアが1階で開くと、3人とも転がるように出口に走り、その日は D 君にも会わずに一目散で家に逃げ帰ったそうです。息を切らして家に帰ってきた A 君を見て、家族はどうしたんだろう、慌ててという感じで特別気にも留めていなかったそうです。
まだ小学2年生ですから、事態が飲み込めず、あまりの恐怖でしばらく何も言えませんでした。だいぶ時間が経って、少し落ち着いてきた時でした。A 君はその夜信じてもらえるか不安でしたが、お父さんにマンションで会ったことを話したそうです。そして A 君だけでなく、他の二人も同じ赤ん坊の手を見たことを話しました。すると意外にもお父さんの顔が少し真剣になり、こんな話をしてくれたということです。あの新築マンションは、実は墓石屋さんがオーナーだったそうです。そしてマンションを建てる前に、その土台部分に処分しないといけない古い墓石を全部埋めて整地してしまい、その上にマンションを建築したということでした。その話を聞いてまだ小学生の A 君でも、それがどんな恐ろしいことを引き起こすか分かったそうです。そのマンションですが、今でも神奈川県の某所にあります。飛び降り自殺もよくあるそうで、地元では有名だということです。マンションが特定されてしまうので詳しくは言えませんが、そのマンションの前の道路では奇妙な事故がよく起きるということでした。単独事故なのに、車が横転し上下逆さまにひっくり返ったりするおかしな事故が未だに起きているそうです。不動産屋さんの怪談です。YouTube のミミちゃんチャンネルというお料理動画を配信しているミミさんという方がいるのですが、動画で簡単に作れる家庭料理を紹介しています。ミミさんは怪談に特別興味があるわけではないのですが、つい先日ひょんなことからそのミミさんから面白い話をいただきました。これは古い話なので、重要ではない不明な点は多分こうだったのだろうと想定して話しますが、怪談の核心の内容はしっかり事実に沿っています。それはミミさんがよく知る知り合いのおばあさんの体験談だそうです。多分ミミさんのおばあさんぐらいの年代だと思いますので、今70代後半から80代前半ぐらいの方ではないかと思います。そのおばあさんを仮に初江さんとしておきますが、その初江さんがまだ結婚したばかりの頃の話です。初江さんが嫁いだ先は長野県の田舎で、旦那さんの家族はみんな良い方だったそうです。ところが嫁いで一月もしない時でした。初江さんはある朝起きた時、まぶたが重く開けにくくなっていたのに気がつきました。それで鏡を見ると、なんと目の周りがひどく腫れていたんだそうです。まるで太いミミズ腫れのように赤く腫れ上がっていたそうです。虫に刺されたのか何かの植物にかぶれたのか原因は分かりませんでした。最初は冷やせばそのうち治るだろうと思っていたのですが、どんどん腫れがひどくなり、お昼頃にはもうお岩さんのように固めの上にコブができたようになっていました。初江さんの夫も夫のご両親も心配し、すぐ病院に連れてってくれたそうです。ところが病院に行って医者に見せても原因がよく分かりませんでした。原因不明なので対処療法的な薬を処方してもらったのですが、一向によくなりませんでした。嫁いですぐに起きた異変でしたから、初江さんはご近所の目が気になって仕方がなかったそうです。その上毎日の家事はこなさなくてはならず、腫れた目のまま外出もしなくてはならなかったようでした。焼け石に水でしたが、薬を続けて何とか耐え忍んで数週間が経った頃です。まぶたの腫れは一向に引かないのに、初江さんは自転車で移動中に事故を起こして怪我をしてしまったそうです。ところがその怪我も完治していないうちに、今度は足の骨を折るという事故に遭いました。そしてその後も頭の上に物が落ちてきたり、初江さんに起こる不運は続いたそうです。いつまで経っても治らないまぶたの腫れと、次から次へと初江さんだけに起こる不運を見て、周りの人もだんだん不可解に思うようになり、初江さん自身も何かのたたりではないかと思い出したそうです。結局その後も初江さんのまぶたの腫れは、どんな治療を施しても全く良くなりませんでした。こうして不穏な空気が初江さんの周りを取り囲むようになりました。ついに初江さん本人だけでなく、夫や周りも、これは何かの呪いとかたたりではと、
考えるようになったそうです。そこで友人の勧めで関わる人に見てもらった方がいいということになり、ある占い師に相談に行くことにしたそうです。友人の話では、その占い師はとてもよく的確に当てると評判の人だということでした。初江さんは藁をもつかむ気持ちで会いに行ったそうです。そこは町から離れた林の中の古い木造の一軒家でした。玄関先から〇〇ですと声をかけると、ガラスの引き戸が開き、中から高齢の女性が現れました。その女性に招き入れてもらい、中に入った瞬間、そこは不思議な別世界に感じたそうです。そして座敷に案内され、女性は水晶などの道具を使って初江さんを占ってくれました。しばらく沈黙が続くと、ふーっとため息をつき、占い師の女性が口を開きました。あなたの住んでいる家の庭に井戸がありますね。その井戸の中に包丁が一つ落ちています。それを取り除かなければなりません。それが全ての元凶ですと言ったのです。初江さんはにわかには信じられませんでした。あのほとんど枯れてしまった井戸に包丁が落ちているなんてありえないと思ったそうです。半信半疑でしたが、女性にお礼を言って急いで家に帰りました。そしてまさかと思いましたが、すぐにその井戸の中を覗いてみたそうです。すると井戸の底に一つの古い包丁が落ちていたんだそうです。初江さんは血の気が引くほど驚いて、すぐに包丁を取り出しました。恐るべき占い師でした。そしてその占い師の言う通りだったのです。なんとその直後から、初江さんのまぶたの腫れはみるみる引いていき、あっという間に治ってしまったそうです。家族も初江さん本人もこれには相当驚いたということでした。不動産業に関わると、その土地の井戸にまつわる不思議な話をよく耳にしますが、これは結構珍しい話だと思いました。不動産屋さんの階段です。それは大人ではなく子供たちのところにやってくるらしいのです。必ずしも夜中ではなく、必ずしも一人で寝ている時でもなく、突然やってくる得体の知れないものがこの世に存在するようなのです。先日陶芸教室の先生から、彼女が子供の頃の体験を話してもらいました。その先生を仮にゆかさんとしておきます。これは彼女がまだ12歳ぐらいの頃の話だそうです。その日ゆかさんは風邪で熱があったので学校を休んでいました。ご両親は仕事で、兄弟も学校に行っていたので家には誰もいませんでした。熱があったゆかさんは一人で2階の部屋で寝ていたそうです。ふと目が覚めた時、まだ外は明るく昼間だったそうです。ただそろそろ家族の誰かが帰宅する頃ではありました。目は覚めましたが、体は熱でぐったりしていたので布団の中でそのまま横になっていたそうです。すると下の方からギシッギシッと床がきしむ音がしてきました。誰かが階段を上がってきているようでした。ゆかさんは最初、家族の誰かが帰ってきたのかなと思いましたが、でもすぐ妙なことに気がついたそうです。家族が帰宅して階段を上がってきたなら玄関の開く音がするのですが、そんな音は全くなく、突然階段の床を踏む足音がしてきたのでした。それにゆかさんは、これは家族の足音ではないとすぐ察したそうで、泥棒が入ってきたと思ったそうです。ああどうしよう、どこかの窓か勝手口の鍵がかかってなかったんだ、そう思い、もうどうしたらいいかわからなくなりました。その間もギシッギシッと階段をゆっくり上がってくる足音が聞こえていました。ゆかさんはとっさに逃げるか隠れるかしないとと思い、体を動かそうとしたのですが、全くびくともしないのです。気がつくと平衡感覚がなくなってしまい、部屋の上下もわからなくなり、無重力空間に浮遊しているかのようでした。若かったゆかさんはそれが金縛りだとわからなかったそうで、恐怖が一気に襲ってきたそうです。
するとその何者かが階段の一番上に到達したのが気配で分かりました。そしてその何者かはスーッと部屋の入り口を開けたのでした。ゆかさんは見てはいけないと本能的に思ったそうで、すぐ目をつぶったそうです。明らかにその何者かがすでに部屋の中に入っているのが気配で分かりました。何の音もなく静かでしたが、確かに人の気配でした。そしてその何者かはゆかさんが寝ている布団の端を踏んだのが分かったそうです。そしてゆっくり少しずつその何者かがゆかさんの方に近づいてきているのも分かりました。ゆかさんは目を開けては絶対いけないと思い、ずっと必死に目を閉じていました。すると物音なく急にその何者かが顔を近づけてきたのが分かったそうです。なぜならゆかさんは自分の顔の真上から人肌の体温を感じたんだそうです。目をつぶっていても誰かがすごく近くまで体を近づけると体温が感じられますが、まさにそういう感じだったそうです。それは顔と顔が向き合っている感じで、体温だけでなくはっきり人の息遣いの音がかなりの至近距離から聞こえてきました。まさしくそれはゆかさんの顔を覗き込んでいるのです。おそらくゆかさんの顔とその何者かの顔とは10センチも離れていなかったと思うそうです。ただ誰かが寝ているゆかさんの真正面から顔を近づけているのなら、間違いなく布団を踏んで立っているはずですが、そういう感触は全くありませんでした。ゆかさんの体と平行に人が横たわった状態で宙に浮いて真正面から顔を近づけているのが分かったそうです。ゆかさんにとってそれは今まで経験したことのない恐怖で、今にも気を失いそうでした。でもゆかさんはどんなに怖くてもじっと我慢してそれがいなくなるのを待っていました。それは10分ぐらいに感じましたが、おそらく1分もしなかったのでしょう。しばらくしてふと顔を近づけていたものの体温が感じられなくなり、息遣いも聞こえなくなったそうです。ゆかさんからそれが遠のいたことが分かったのと同時に、それの気配もなくなっていったそうです。そしてゆかさんは魔法が解けたようにスーッと体の自由が戻ってきました。まだ怖かったのですが、もういなくなったという確信があったので、そっと目を開けてみると、やはりそこには誰もいませんでした。部屋の入り口からも窓からも出ていった気配は全くなく、部屋には隠れる場所もありません。忽然と消えてしまったのです。今さっきここにいたものが何なのかわからなかったのですが、ゆかさんは急いで下に降りていって、家の戸締まりを全部確認したそうです。すると窓も勝手口もすべてきちんと内側から鍵がかかっていたそうです。そしてもちろんどこにも誰もいませんでした。その時ゆかさんは生まれて初めて心霊体験をしたことに気がついたそうです。さてこの話とは別に、私の友人のお嬢さんがゆかさんと同じくらいか少し若い子供の頃に体験した話があります。そのお嬢さんを仮にゆうこさんとしておきます。それはゆうこさんが小学校4年生ぐらいの時の話だそうです。ゆうこさん家族は当時神奈川県のマンションの3階に家族4人で暮らしていました。夜はいつも和室に家族全員で寝ていたそうです。ある深夜のことです。両親も姉もゆうこさんもぐっすり寝ていました。すると誰かが玄関の扉を外からどん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 と叩く音が聞こえて、ゆうこさんだけが目を覚ましました。あれ、こんな夜中に誰と思ったそうです。すると次に突然誰かが和室の前の廊下をペタペタと歩く足音が聞こえたそうです。玄関が開く音は全くしなかったのに、その誰かがいつの間にか中に入ってきて廊下を歩いているのです。優子さんはそれは家族の誰かではと思い、すぐ両親と姉がそばで寝ているかどうか確認しました。3人ともぐっすり寝ています。廊下を歩く者は家族ではないことが分かると急に恐ろしくなり、とっさに目を開けてはいけないと思いました。
じっと目をつぶって寝ているふりをしていると、突然前触れもなく優子さんの肩を誰かが揺すってきたそうです。襖を開けた音も畳を歩く音も全くなかったのに、一瞬にして誰かが自分の真横に来て肩を揺すってきたのでした。まさに起きろと言わんばかりに揺すってきたそうで、すごく怖かったのですが、目を開けたらもっと怖いことになるので寝たふりを続けていました。まもなくその何者かは起こすのを諦めたのか、いつの間にか気配がなくなりました。その誰かは忽然とどこかに消えていったようでした。優子さんは小学生の子供でしたから、この体験が何だったのか全くわからなかったので、その時は親にも誰にも話さなかったそうです。その後中学生になって、この体験が心霊体験だったことがわかり、初めて家族に打ち明け、そしてその頃から自分に霊感があることに気がついたということです。今回は番外編の短編集として、視聴者の方からいただいた体験談をご紹介します。第1話、迎えに来たわよ。これは現在群馬県にお住まいの40代後半の会社員の方から聞いたお話です。仮に Y さんとしておきますが、その方がまだ小学校2年か3年生ぐらいの時の体験談だそうです。住宅街の中には大抵小さい神社がありますが、当時 Y 君の住む家の近所にも小さな神社があったそうです。ですから大抵学校が終わるとその神社に立ち寄り、そこで友達と遊んでいたそうです。そして夕方5時ごろになると、 Y 君のお母さんが、ご飯よ、帰りましょうと呼びに来てくれたそうです。そんなある秋口の少し肌寒い日のことでした。その日はたまたま Y 君一人だけで神社に立ち寄りました。小さな神社ですから、狭い境内には小さなお社があり、そのお社に上がる階段のところに腰掛けて、Y 君は本を読んでいたそうです。境内には誰もいなく、とても静かな日で、本を読むにはちょうどよかったそうです。2時間ぐらい読んでいたのでしょうか。だんだんあたりは薄暗くなってきていたそうで、Y 君はそろそろお母さんが呼びに来る頃だなと思っていました。しばらくまた本を読んでいたのですが、お母さんは一向に呼びに来なかったそうです。Y 君は、おかしいな、お母さんなんで来ないんだろう、いつもならとっくに来てるのに、と不思議に思いました。気のせいか、あたりの空気が少し変わったように感じたそうです。すると、Y 君の背後から、迎えに来たわよ、うんに帰りましょう、というお母さんの声が聞こえてきました。Y 君は、あ、お母さんだと思ったので振り返ったのですが、そこには誰もいなかったそうです。あれ、お母さんどこ？と Y 君は思っていると、また背後から、迎えに来たわよ、うんに帰りましょう、と同じことを言われたのでした。そのうんに帰りましょうというところが、どこに帰ろうと言っているのか、よく聞き取れなかったそうです。そしてその声は確かにお母さんの声で、誰もいない社の裏の方から聞こえてきました。狭い境内の小さな社なので、人が隠れたり忍び込むところがそもそもなく、声の方向を見回しても、どこにも誰も見当たりません。そしてその声は繰り返し同じことを言っているようでした。Y 君はそのどこに帰ろうと言っているのか、よく耳を澄ませて聞いてみると、迎えに来たわよ、あの世に帰りましょう、と言っているのが分かりました。Y 君は体の芯から震えたそうです。お母さんじゃないと分かり、Y 君は慌てて社の階段を降り、泣きながら家に走って帰ったそうです。Y さんは当時を振り返り、あれは何だったんだろうと、大人になった今でも謎なんだそうです。第2話、花火の夜。花火の最中は夢のような不思議な気分になるので、その帰り道も非日常を引きずっているような気がします。
さてこれは静岡県の磐田市にお住まいの男性からいただいたお話です。その男性を仮に A さんとしておきます。この話は A さんがまだ中学校の1年生だった時の体験談です。それは真夏の暑い夜のことで、地元の花火大会がありました。毎年開催される花火で A さんは家族と一緒に出かけたそうです。水辺に沿って打ち上げられる花火は、それは見事なものでした。数時間の打ち上げ花火が終わり、フィナーレの仕掛け花火を堪能し、 A さん一家も周りの観客も興奮冷めやらない中、ゆっくりとその場を立ち去っていきました。さて A さんはご両親とお兄さん、そのお兄さんの友達と計5人で一緒に夜道を家に向かっていました。その帰り道、近くの小学校の中を通り抜けると近道だったので、校庭を抜けていこうということになったそうです。ご両親の前を A さんとお兄さん、そしてお兄さんの友達の3人で歩き、ほぼ5人一塊で夕涼みのお散歩という感じでゆっくり歩いていました。5人が一緒に小学校の入り口を入ると、目の前に少女の銅像があったそうです。どこの学校にもあるような何でもない等身大の銅像でした。 A さんも他の4人も全員、その真正面にある少女の銅像の方に自然に目が向いたそうです。そして5人がちょうどその銅像の前を横切ろうとしていました。それは一瞬のことでした。すれ違いざまに銅像の顔が A さんの方にニューッと動いたんだそうです。顔が動いたと A さんは仰天して叫ぶと、そばにいたお兄さんの友達も、動いた、今こっちに顔をスーッと向けたと叫びました。一緒にいたご両親もお兄さんも、二人が何のことを言っているか分からず唖然としていました。 A さんは少女の銅像の顔が自分たちを覆うようにニュッと動いたと説明しましたが、何をバカなことを言っているという感じでした。するとお兄さんの友達も、間違いなくこっちに顔を向けたのを見たと同じようなことを言ったそうです。二人の様子があまりにも真剣だったので、5人はもう一度銅像をしっかり見直してみたのですが、やはりそこには何の変哲もない、ただの金属の塊の銅像があるだけでした。街灯や月明かりのせいで陰影が動いたように見えたんじゃないかとも言われました。でも A さんとお兄さんの友達は、そういう見間違いに思える微妙な動きではなく、はっきり人間が顔を向ける動きだったと断言したそうです。たださっきはまるで銅像に命が宿っているかのような動きをしたのに、そこにあるのは今は動くわけもない、ただの人の形をした物体でした。 A さんはこの時を思い出して、こんな奇妙な怖い体験はこの1回だけでした、兄の友人も同じものを見ていたので、夢や勘違いではないと思うんですよね、と言っていました。はじめに話したように、これも花火の夜の非日常の出来事だったんですね。信じるか信じないかはあなた次第です。第3話、パチンコ屋さん。これは以前にも紹介した視聴者の方の恵子さんがくれた不思議な話です。恵子さんがちょうど最初のお子さんを妊娠している時のことだったそうです。ある休日ののんびりした午後でした。ご主人が突然、妊婦はギャンブル運がいいからパチンコ行こうよと言い出したそうです。恵子さんも以前からそんな話を聞いたことがあったので、本当かどうかちょっと興味がありました。そこでお腹の赤ちゃんも安定していたのと、体調もすこぶる良かったので、気晴らしで夫婦で近所のパチンコ屋さんに行ってみたそうです。パチンコ屋さんに入ると、それはそれは賑やかで、じゃらじゃらがやがや効果音楽にアナウンスと、とても騒がしかったそうです。説明する必要もないですね。そして二人は並びで空いている椅子を見つけて腰掛け、早速パチンコを始めようとした時でした。恵子さんは突然お腹に軽い刺す痛みを感じました。いたたたたたという感じでしたが、この痛みが何なのかすぐ分かったそうです。お腹の赤ちゃんが活発に動いているからで、よくある帯同でした。
ただいつになく活発でお腹の中から恵子さんを蹴ったり殴ったりしているようでした。隣の旦那さんはそれとは気がつかずパチンコを続けていました。恵子さんはふとお腹の赤ちゃんが嫌がっていると思ったそうです。そこで旦那さんに、この子嫌がってるからパチンコやめて外に出ましょうと頼みました。旦那さんも赤ちゃんが最優先ですから、二人はすぐパチンコ店から出たそうです。すると恵子さんのお腹の激しい胎動は、外に出たらピタッと止まりました。嘘みたいにおとなしくなったそうです。二人はやっぱりパチンコ屋の環境が赤ちゃんは嫌だったのかな、などと半信半疑で冗談を言っていました。その後恵子さんは無事女の子を出産し、その娘さんが 2,3 歳くらいになった時のことでした。恵子さんは娘さんを連れて友人と商店街を歩いていました。ちょうどパチンコ屋さんの前を通りかかった時です。中からは騒がしい例のパチンコ屋の騒音が聞こえてきました。するといきなり恵子さんの幼い娘さんが、ママのお腹にいる時、この音がすごくうるさくて、私がお腹の中から暴れてたの覚えてる？と聞いてきたのです。あのパチンコ屋での出来事は娘さんに話したことがなかったので、恵子さんはすごく驚いたそうです。それだけではないそうで、その娘さんは他にも自分の4つ違いの弟はお空な上では自分のお兄ちゃんだったというのです。お空でずっともじもじしてるから、私が雲の階段降りてママのお腹に来たの、というのでした。もちろんこれは3歳児の空想の話かもしれません。でもパチンコ屋の話はとても不思議で、その後娘さんが成長すると、その記憶は全くなくなっていたそうです。お母さんのお腹の中にいた頃の記憶がある人はいるそうで、現在研究されていますから、これは興味深いエピソードだと思いました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。